じゃあそろそろ80層到達パーティーを始めたいと思います。思い起こせば2年前、俺はこのゲームで一流のプレイヤーになろうと。あんたの話なんかどうでもいいからさっさと乾杯しなさいよ。まだ話の触りも語ってないってのによ。まあいいか。それじゃみんな乾杯。乾杯。よっキリト、80層到達おめでとうさん。お前と会ってから2年、今もこうして一緒にいられるなんて感慨深いじゃねえかなあ。これからもよろしく頼むぜ相棒。残り20層もさっさとクリアしちまおうぜ。キリト、楽しんでる？そりゃあ一流シェフのアスナ様が直々に作っている料理だもん。美味しいに決まってるわ。こんなうまいもんをお前は毎日食えてんのか、この幸せ者。食えるだけでも幸せだってよ。くそ、今日ぐらいは俺が全部平らげてやる。何やってんだか。おいキリト、こっちの料理も食べてみてくれないか。ああ、うまいもんを用意したぜ。期待してくれていいぞ。この世界に存在する素材で作ったものだからな、ピザの味が再現できているかは各自の判断に任せる。でもアスナにも手伝ってもらったから、美味しさにおいては間違いないだろう。待ってくれ。
実はな、余興も含めて一つ趣向を凝らしてみた。この中の一切れに激辛が混ぜてある。味見はしてないからどの程度の辛さかは分からんが、ま、県内だからな、死ぬことはねえだろ。楽しそうじゃねえか。誰が激辛ピザを食べちまうかやってみようぜ。どれだけ辛いんだろう。ちょっと怖いかも。作るところ見てたけど、半端ない量の辛味パウダーをまぶしてたわよ。なんで止めなかったのよ。すごく楽しそうだったから。運試しと思えばいいのよ。むしろ当たればラッキーくらいの気持ちでね。ラッキーか。それならよ、激辛を食べたやつは誰でも好きなやつに好きなことを命令していいとかどうだ。そういう遊びばっか考えてそうね。おいおい、別にやましいことを考えてるわけじゃねえぜ。誤解すんなよ。おいしいもん作ってもらうとか、レアアイテム探しを手伝ってもらうとか、いろいろあんだろう。一緒に買い物に付き合ってもらうとかも。そうか、そういうのもありか。8ピースだから確率は8分の1ね。参加する人は誰ですか？当然俺は参加だな。外れの場合でも美味しいピザが食べられるんだし、私も参加しようかな。そうよね、どのみち損もしないみたいだし、私も参加するわ。私もやってみようかな。私も挑戦してみる。これ
これで7人ね。8ピースだから残りあと1人よ。大盛況で何よりだ。さあ、誰が激辛を食べてぶっ倒れてくれるかな。よし、それじゃあみんな自分の食べる分を決めるぞ。準備はいいみたいだな。みんな、いっせーので食うぞ。激辛が当たれば誰かに好きなことをしてもらえる。いいな。それじゃ行くぞ。いっせーの。あーお。いいリアクションだぞ、クライ。バイアゲル、お前なんてもの作りやがった。すまん。だが当たりは俺様よ。ここからが本番だからな。さて、誰に何をしてもらっちゃおうかな。
夫よ。人並みの良識はあるはずよ。多分。どうすっかな。ねえ、お嬢さん方。何言ってるの？あんたもうお願い事聞いてもらったじゃない。え？今さっき、キリトに水をもらったでしょ？それでもう終わったじゃない。お願いが叶ってよかったね。おいあら違うだろう。そうですね。確かにあれはキリトさんに対するお願い事でした。で終わりよね。え？おいちょっと、いやなんだよこの流れ。よかったわね。キリトにお願い聞いてもらえて。そんじゃねえか。おいキリト、お前もなんか言えよ。心ありありの態度を見せるからこうなるんだよ。そこまでやましいことをしようだなんて別に考えてなかったのによ。お前がそう思っても周りのみんなはそう思ってくれなかったんだね。そうな俺。いいところに来た。今シノンについて話をしてたんだけどよ、何か思い出したりしていないか。
なんなら知り合いのギルドにシノンについての情報を集めるように頼んだりもできるけどよ。信じられねえな、 SAO の外から来たって。すごい登場の仕方だったから何か事情があるのかなとは思ってたけど、驚いたわね。カーディナルシステムへの負荷によりいくつか発生したエラーの一つだと思います。ネットワーク上のナーブギア端末を検出して SAO プレイヤーと誤認してここに呼び寄せたんだと思います。なんだそのカーディナルシステムって、初耳だぞ。しかしそいつは不運だったな。よりによってこんなゲームに途中参加させられちまうなんてな。大丈夫だよシノノ、私たちは絶対にこのゲームをクリアするつもりだから。シノノンは安心してこの町で待っててくれれば。つまりこの世界をクリアしてしまえば全て問題ないのよね。え？それも、そういうことだが。なら、私もこのゲームの攻略に加わる。いいかしら。ちょっと!おいおい、本気かよあんた。それはいくらなんでも危険だよ。危険なことは分かってる。でも私やりたいの。ここで膝を抱えて縮こまっていても何も解決しないものなら、私は立ち向かわなきゃ。私はもっと強くなりたい。この困難なゲームをもクリアできるほどに強く。でもシノさんは SAO に来たばっかりじゃないですか。
ルもスキルもこの階層で戦うには辛くないですか？からにはきっと才能あるんだよね、シノンさん。シノノ、本当に大丈夫？うん、大丈夫だから。それにキリトが私のこと守ってくれるって言ってたし。さらっと言っちゃうよね。私も頑張らないと。レベルもそれ以外も。まあキリトの発言はともかく、本当に攻略組が増えるなら私たちも心強いしね。じゃあ改めてシノン、一緒に頑張ろうね。うん、キリトもよろしくお願いね。話があるんですけど。いいかな。